ハレンさん、こんにちは。カンです。ということで、皆さん、再生リストって見たことありますでしょうか？僕、今まで結構動画出しててですね、合計で851本出してるんですよ。やっぱ、こんだけ出しとったら、もう、どれがどれだかわけわかんないので、まあ、それをまとめているものが、この再生リストっていうものになるんですよ。まあ、それどうやっていくかって言いますと、まあ、これね、僕のチャンネルのホーム画面から右に2回行くとね、1回行くと動画で、その次が再生リストっていう感じになってるんですけども、こういう感じにですね、項目別に分けているっていう感じになってます。まあタワーやったらタワーの順位がずらーって書いてるやつであったりやとか、まあ、SS 丸打球で貯める系とかね、僕はあの一番早く打てるのでゼロ打球ってやつがあるんですけど、まあ、これブレスオブラー使ったやつで、まあ、これ下方修正前やからゼロ打球打てたって感じになってるんで、まあ、今はつけてないんですけど、まあ、あのエンターテインメントとして見てくれたら嬉しいなとか思うんですけど、まあ、こんな感じに今いっぱい出してると、まあ、その中でもまあ結構見てほしいのはこれですね。最高に面白い企画っていう、もうほんまにあのなんていうの、自画自賛してるようで申し訳ないんですけど、まあ、結構自分的にもうこれは面白いなっていう動画ね、あの集めてる再生リストもあるんで、よかったらねこれ見てくれたらなとか思うのと、あとはね、まあ結構見てほしいのはこれですね。白猫テニスで役立つ動画っていうやつ、今までで37本出してるんですよ。まあこれでまあ日頃のね、あの悩みというかっていうんですか、いつも気になってたことをここで解決できる可能性がある動画っていうのをね、いくつか出してるので、よかったらこれもね、見ていただけたらなと思います。まあ、最近ね、SS 自動蓄積系のラケットを比較したりとか、絶対持っていてほしいラケット、シューズをね、紹介してる動画も出してるんで、よかったらこれも見てくれたらなとか思うのと、あとはまあ、白猫テニス系ではないんですけども、まあ、一番僕の中で伸びてるね、これ50万再生ぐらいいってるやつがあるんですけど、これあれなんですよ。僕は日本人で一番初めに出したんですよ。これなんか英語のやつを日本語訳して出したら結構ね、まあ一番初めやったから再生されたってのもあるんですけど、まあこんなんもね、気になる方はよかったら見てくれたらなと思うんですけど、まあこんなん紹介しても正味見に行かないじゃないですか。こんなわざわざ押して右2回スワイプしてとかめんどくさいじゃないですか。なので今回はね、まあいろんな動画を一気に楽しめるものとして、このショートムービーってやつがあるので、まあこれをね、ずらーって全部流していきたいなと思います。まあいくつかね、なんか著作権的にダメなやつがあったりするんで、まあそれはね、個別に見てくれたらなと思うんやけど、まあ一番、まあ著作権引っかかってて見てほしいのは、それようわからんけど、まあでもこれ、アルティメット先輩っていうやつやね。これアルティメット先輩っていうボカロの曲あるんよ。それと、白猫テニスの、まあ白猫のかな？アルティメットを、なんか組み合わせて、映像作品にしてるみたいなやつ。まあ、結構ね、編集にも時間かかったんで、まあ、よかったらね、ボカロ好きな人とか、まあ、よかったら見てくれたらなと思います。ということで、まあ、今からこのショートムービーの短い動画たちを見ていってください。どうぞ。あ、次ですね。グランドスラム。これ一番高い位のやつですね。グランドスラムで次決勝なんですよ。決勝で今ハードコートなんですけども、あえてね、クレーコートのね、編成で行こうかなと思うんですよね。まあ、やっぱ出張してね、買っててやっぱり楽しいじゃないですか。だから今回はですね、この編成で行きたいなと思います。あえて初手ミゼリか。ミゼリ結構 SS 溜まる早いからな。ボリー。やばいやばい、やめて、それはやめて、届く。オッケー。じゃあ、ミュー、ナイス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 配達。もう瞬間移動できんの自分は。早くない？あれ？ 10 秒間ぐらい瞬間移動できんかったっけ？ちょっと話と違うんやけど。まあまあまあ。まあ SS 溜まったからいいでしょ。なんだけど溜まった？これ3だけぐらい溜まったんちゃう？だいぶ優秀よ、こんな。ほんでこの SS の軌道は天下一品と。全然決まってなかったけど。あ、いいね。そのドロップの軌道ナイス。お分かりいただけただろうか。
いいね。いやギガスルージュ正しいな。やっぱり体力からせるって正義やからな。ドリンク率終わってるやろ。あそれやばいやばい。あオッケー。あくそ。あこれな若干硬直すんねんな。硬直せんかったら取れてんけどな。まあまあそれはしゃあないよね。仕様やから。わこれ勝ちたいけど無理やろうな。それホルトすんの？せんでもええやん。そんだけ体力あったら。しかも相手あれちゃうおばあなくなったんじゃん。今のホルトしたやつ取ったせいで。めっちゃおもろいやん。そうドリンクとデビー全て皆無にする。めっちゃおもろいねんけど。あーオーバーフロー終わったやん。そんな余裕なことある？ドリンク率えぐいな相手ほんま。でもまあまあこんだけダメージ与えれてるからいいでしょう。皆さんおはようございます。ということで皆さんこのミゼリコルテ使ってますでしょうか。相手はね今あの黒の後継者で来てて、まあ、空中地面無効というね素晴らしく防御力の高いキャラにも関わらずですね、このミゼリコルテの前ではもう全てが無力です。こういう感じで飛ばすことができるんですね。はい、あれまあここからでも連続で飛ばしていきたいなと思います。もう超爽快なんで、ぜひに皆さんもねこのミゼリコルテ使っていただけたらなと思うんですけども、まあそれについて詳しく話した動画はですねこちらで話しますので、まあコメント欄から見ていただけたらなと思います。ということでバイバイ。はるみさんこんにちは、あかんです。ということで皆さんこのようなバグに遭遇したことはありますでしょうか。まあ、こんな感じですね、相手が一番後ろに乗ってかつ体力までもない状態やのにもう全ての弾取ってくるっていう。しかも相手の体の近くで返球してるってわけではなくて、なんか見えないところから打ってきてるよね。なんかコートの真ん中ら辺からフィンフィンって返ってくるから、もうこれも結構厄介なところやし、もう何よりも全部取ってくるっていうのがあんまりでやばいですよね。だって普通こんなすんげりゃないですから、まあ、これバグなのかチートなのかわからないですけども、こんなん来たらもう負け確定ですよね。まあ、これはですね、僕が当たったっていうわけではなくて、まあ、Twitter の DM にてですね、これやばくないですかってことで、まあ、あの、送られてきて、まあ、ぜひ YouTube に載せてくださいということで、ま、載してるっていう感じになってるんですけど。これね、決まらんと思いきやね、実はめちゃめちゃ衝撃的な結末を終えることになります。じゃぎーん。皆さんこんにちは、カンです。ということで今日はですね、皆さんに煽り耐性をつけてもらいたいなと思ってこの動画を作っております。やっぱまあ最終日なだけあってね、皆さん結構心がねあの乱れていてですね、もうこれ負けても勝ってもね煽ってくるってちょっとよくわからない人もいたりしたんですけども、まああのこんな可愛いなとか思って見てあげればね、結構気持ちがちょっとでも楽になるかなと思いますので、まあぜひあの自分はね落ち着いた仏のような心で見守ってあげていただけると、まあ結構いいんじゃないかなと思います。まあ今回ねこの30秒ぐらい煽りのね動画見ましたね。この煽り体勢がアップして、まあそっからですね、もうこっからガチャチケをゲットすると同時に、あなたは今煽りに負けない心をゲットしました。というわけでまあこの動画は以上になります。まあぜひね皆さん再生リスト見てくださいね。マジでいろんなためになる動画とか出してるんで、あと面白い動画とかも出してるんで、よかったら、あとまあチャンネル登録もねまだしてない方いたら、まあしてくれたら嬉しいなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。